はい、皆様こんなみです。今日は動画ということで、久しぶりにポケットモンスターソード&シールド、私シールドを買っておりますけども、こちらのストーリーをねちょっと進めていきたいと思います。じゃあ前回何があったかっていうと、とりあえずまあ説明すると、とりあえずジムバッジが全部集まって、今ねこのシュートシティに向かえ、シュートシティを目指しましょうってね言われたところですね。はい、なので今シュートシティ心から駅からね歩いてやってまいりました。はい、ということでイベントが始まると思うので行ってみましょう。お、ホップくんだ。久しいね、ホップくん。さあ、シュートシティに着きます。すげえ、観覧車、やば。え、今までで一番でかい街かな、これ。すげえ。やっぱこう見ると、剣盾もクオリティ高いね。なかなか面白かったもんね、やってて。ストーリーも結構面白かったし。まあ、まだね、全部終わってないんだけどね。こっからね、なんかわかんないけど、あー、なんか言ってる。うわー、シュートシティ、俺が伝説になる場所。多分ね、あの、このジムリーダー戦が終わって、このポケット、なんていうの、この、トレーナー同士が戦うんだよね、これから。あー、別にあの武力ってわけじゃなくて、ポケモンで、あのジムリーダーではなくって、勝ち上がってきた子たちだけで戦うみたいなね、くだりだったと思うけど。さあ、ホップくんは成長したんでしょうかね。だって俺が新しいチャンピオンになるんだからな。よし、サクサクっとシュートスタジアムに行くぞ。キバニー、お前もシュートスタジアムに向かうよな。うん、キバニーね、ちょっとだいぶちょっと都会にかぶれちゃったんだよね。まあご覧の通りね、相変わらず達成格好してんだけど。あー、すごい、あ、ガキ。広い街、タウンマップ見、そんな広いの。バシャン言うてますけどもね。うわー、すごい。あ、なんかアーマーガー、なんかすごいおじさんが言ってたもんね。アーマーガーがいなくなったらこの街は滅びるみたいな。え、ちょっとやばい、こんなに街が広いと思わなかったな。タウンマップ、あ、やばい、洋服屋さんもある。沼ちゃん、私のこのファッションセンスに磨きがかかっちゃう。見てほしい、ちょっとこれ見れるかな。あ、今こんな感じね。うん、今はこんな感じ。あ、これね、あれか、今はこんな感じなんだけど、ちょっとヒバニーもね、大会を直前にして。あ、でもなんかこれは見たことあるやつじゃん。色が違うのかな。うおー、ライダース、サッカー、やっぱライダースってやば。なんかさ、最後の街かなんかに鬼高いやつがあるって聞いてたけど、これってこれのこと。沼じゃん、ファッションが沼なの分かったわ、これ。へぇ、レザーパンツだって。かっこよくなっちゃうじゃない、私。あ、これもかわいいね、なかなか。あら、かわいいじゃない、これね。あ、いいね、この。ダサさに磨きがかかるね。やっぱ、ダサさ、あ、いいね、この。いい感じにダサい。あ、ちょっと、ダサさに磨きかけよう。これがいい。着替えよう。ちょっと靴もね、変えたかったんだよね、ちょうど。たっかたっか、これやっば。この辺で安いのでいいよ。安くてさ、ダサいのにしとこう。柄物に柄合わせるってさ、あの、ダサくなるか、超かっこよくなるか、どちらかだよね。あれ、なんか、こんなカバン持ってなかったか、最初。まあ、いや。違うやつかな、見たいよね。あ、新しいサングラスが。でも、このサングラス持っていきませんな。もっと生かしたサングラスが欲しいんだ。持ってなかったっけ、これ。あ、違うタイプなのかな。確かに、炎は持ってた気がするけどね。うわ、レザーで高い。まあね、金はいっぱいあるから。言うても、高いとか言っても、金は、帽子今かぶれないんだよね、多分ね、私ね。うん。ちょっとこのワンピース、
スいいなと思ったけど、ヒバニーっぽくさ、ヒバニーっていうか真っ赤になりすぎちゃったな。ヒバニーってちょっともうちょっとなんか白要素あるもんね。よし、だいぶ金は減ったけど、まあヒバニーにはなれたんじゃないですかね、これでね。金なくなっちゃった。まあ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 、あね、ポケモンすべてをヒバニーに変え、自分の名前もヒバニーにし、この世のすべてはヒバニーだと思い込んでいる節のあるね、頭のおかしいね、主人公だから。まあまあまあ、身も心もヒバニーになってね、士気を高めていきましょうか。さて、早速、ジムに向かうか、もうめんどくさいから。街の探検もしたいけど、動画的に映えないので、ここか？どうしたらいいんだ、俺は。あ、そんなに？仕方ない。なんかタウンマップ見てみるか。あ、本当にあなた広いわね。で、ここに向かえばいいのね。ここでは使いませんね。ここにはポケモンが飛んでこれないものね。モノレールで行ってもいいのか。まあ、でもなんか、どこに行くか名前覚えてないし。ここは、これで。ビューン！行こう！そんなに広いんだ、ここって。お、え？すごい。これ何？空飛ぶタクシー、あ、こんなのあるな。え、こんな感じで運ばれてるんだ。すごーい、かっこいい、でっかい穴が。なんかちゃんと装備されててかわいいね。まあいいや。だって、でもジムリーダーではなくてトレーナー同士で戦うんだよね。やっおー。たぶんそうだよね。誰と戦うんだろう、知らない人かな。今まで会った人。どうしよう、ホップくんとかだったら。お、オープン君待ってるし、あ、ボールが今話しかけた。ありがとう、ボル。でもその子たちは早く解放するボル。すげえ、サウンドが、これさ、サウンドステレオになってるかな思ったけども、モノラルに、モノラルになってるのはちゃんとあれだよね、両耳になってるね。オッケー、パン振られてるよね。へぇー、ファイボールけど、こいつらを早く解放するボール。ちょっと不審者、あ、マリーちゃんだ。なんかごめん、髪型似ちゃったね、あたしたち。いよいよだね、厳しいジムチャレンジを勝ち抜いたあたしら 4人。あ、あたしら4人、誰、あと1人、ホップ君とマリーちゃんとアテクシと、あと誰だ、ボールガイボル。セミファイナルトーナメントだよ。まあ勝ち上がってチャンピオンと試合するのは私だけどね。なるほど、で、あれか、私のお兄ちゃんと戦うのか。お兄ちゃん、お兄ちゃんをたま、お兄ちゃんのことを肌で感じているのよ、いつも。それじゃあね、あのホップくんのお兄ちゃんを奪い取ってるかね。これは話しかけなきゃダメなのか。受付だぞ、俺なんか一番エントリーしちゃったぜ。一番、つまり一番のトレーナーってことだぞ。ヒバニー様ですね、活躍は拝見しております。決まりですのでジムバッジをチェックいたします。お前と大舞台で戦う準備がバッチリ整ったな。でもビートはダメだったんだな。あ、ダメだった、やっぱりね、あの子はなんかあのジムリーダーになっちゃったもんね、フェアリータウンかなんかの中あいつならなんとかしそうなのに。あんだけ切っといてね。ピート君可愛いけど。まあいいや。それよりもさ、ヒバニー、控え室に行こうぜ。相変わらずあっちくし、ちょっとあの、初心者のあの、あれなんだけど、これ、着替えられるのか？ああ。着替えたりはできないのかな？なんかさ、着替える場所、あ？あ、出ちゃった。ちょっとなんか着替える場所がね、あるって言うてたような気がするけど、この先は行けないね。じゃあまあいつでも初心の心でやるか。こっから行けたのかな。なこっから今来たのね。行け。じゃあもう戦うしかないの。なんかすごい、こう、すまんな、こんなのあるけどさ、これだって私が拳で戦うんか。これってこれから、ポケモンが戦うんでしょ。
セミファイナルトーナメントですね。ジムチャレンジを突破したたった4人のうちの勝ち残るのは誰なのか、私も気になります。一回じゃあこの初心者装備で、初心者装備で、音楽がやばい、マジ剣立て音楽が良い。なんかサッカーの、サッカー選手みたいな服着てますけども、この白い日本もなんかどっか似てるけど、どこだか忘れちゃった。あ、でもあの子も同じだ。マリーちゃんが最初、でも、君とは何度か戦ったけどね。まあでも私、あれから結構ね、いろいろと裏でね、コツコツと剣立てはいじっていて、まあちょっとパーティーとか編成もね、まあ最後に向けて結構、ガチガチのガチ編成に変えてきたんで。まあ、負けないと思いますよ。だって、剣立ては結構レベルがね、上げやすかったからね。でも頑張ったよ。何度もマックスレイドバトル行ってさ。はぁ、よし。スパイクタウン盛り上げるとかいろいろあるけど、結局私自身がチャンピオンになりたいか。だからあんたのチーム気持ちよくおねんねさせちゃう。にゃー、髪の毛かぶっちゃっててごめんね。ヒバニーに近づきたかったんだ。ポケモントレーナーのマリーが勝負を仕掛けてきた。やばい、誰が先頭になって動かない。レパルダス、うわー、こいつか。いけ、ヒバニー。まずはここ調べるヒバニーね。そっか、これダイマックスがね、どのタイミングであの子が出すけどね。チャンピオンになるためにあんたをコロッとやっちゃうね。緊張してきた。あ、こうか。逃げ取り、やっぱ逃げ取りだよね。逃げ、あ、やばい、イチャモンつけてきた。怒っちゃった。あ、いや、こいつ攻撃系しかないから。いけ、あと一発。よし、やっぱね、強いですね、うちのヒバニーは。効果抜群だ。いいぞ、ヒバニー。わあ、ヒバニー2のレベルが上がった。よし、入れ替えるか。ここはヒバ2に、ヒバニー2にやらせよう。いけ、ヒバニー2。誰ですか、ズルズルスキンって。ズルズルスキン、ムカつく顔してますがね。これ、あれよな。あ、これ、やっぱりこれだね。やっぱこれが一番いい。どこ行くねーん、なん。いやー、これいいね。勝手に威張ってていただければと思いますけどね。おかえりー。よし。お、ナイスー。痛いね。結構食らっちゃった。な。防御も下がっちゃったな。まずいな。でも考えるとこっちの方が、でもな、反対なのかな。倒せるかな、これで。効果ありだから、あ、ニトロチャージ先にね、出せるからね。あー、残っちゃったか。ちょっと弱かったか、やっぱり。まずい、ちょっと。あー、死んだんだー、今に数が。まずい。しょうがない、ヒバニー3の出番だ。弱っている、今がチャンスだ。行け、ヒバニー3。頑張れ。あいつは麻痺している。これ何、あ、やばい、あいつずる。回復薬はずるくないか。あ、でもしびれと、あ、ずる。飛び跳ねる。あ、どこ行くねん。あれか。何しに行った、まずい、まずい、何しに行った、あんた。もう一回これやるしかないでしょ、もうここで勝つには。あ、どこ行くねー。ズルズルスキン、当たれ。よし、よしよしよし。これがね、なかなか別にはいいけど、また怒らせちゃった。混乱しちゃったのか。大丈夫かな、混乱したままで。どなしくポケモン変えておくべきか。厄介なやつが多いな。こっちだ。
混乱している。痛い、自分殴っちゃったバカ野郎。あ、結構痛いかもこれ、まずいぞ、まずいな。おとなしくポケモンを変えるか。マリーちゃんもだいぶ強くなったわね。ちょっとここで4匹目になっちゃうけども、頑張れヒバニー、ほう。あ、これ髪砕かれてちょっと痛いけど、傷多いけど、マリーちゃんだとそんなすぐじゃないよね、きっとまた次の子たちって。やっぱ逃げ鳥が強いんだな。逃げ鳥は強いね。2回も攻撃できるから逃げ鳥。逃げるは恥だが鳥になる。いいよ。ドブロック？まあ一回この子で戦うか。ドブロックをクリアした。さあ、今一つだな。結構結構今一つだな。熱風、あ、ちょっと痛い、ちょっと痛いな。そっか、あいつアイラムね、結構高級の。ああ、いいよ、強いよ強いよ。間違えた、もう一回ね、こっち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 、勝てる勝てる、これで勝てる。いいよ、ドブロック倒れたよ。さあ、モルペコ、これが最後か。じゃあこっちもヒバニー5を出す時が来た。ちょっとそろそろ変えよう。あー、まだ最後じゃないのかな。なんか言うもんね、いつも最後の時って。あー、あと2体いる、まだ。あ、やべ、微妙だなこれちょっと可愛いらね覚えちゃってるからこれちょっと可愛いらねばっかり覚えてるからまずいぞ。まあでもこの微妙だねって言っても結局ね、みんな微妙なんだ。あ、強い強い、やっぱりいいね、やっぱりね、これくらい成長すると強くなってくるよね。オーロンゲ、これが最後か。よし、そしたら私はこの初代ヒバニー、一緒にこの旅をずっと一緒にしてきたヒバニーを出すぞ。みんなのエールがあるったい。絶対に絶対に勝つもんね。オーロンゲって何？あ、こいつか。こいつ強いぞ、多分。なんかガチパワーって言ってた。先にやるか。よし、行こう。ダイマックスしちゃおう、先に。いけー、私のお暇にスマーフしろー。これが本気のスマーフパワー。なーん、ヒバニーのダイマックスに何回見たことか。お前も使うのか。かわいいな、マリーちゃん。な、私の方が可愛いけどね。わーい、なんか姿違くないか。さっきと足長くなりましたけども、足を長くする整形を教えてほしい。ちょっとくしゃみそう。後ろになんかボールが落ちてて怖い。いけー。お、まあまあ削ったけど、さあどうだ。日差しが強くなった。大フェアリー。痛そう痛そう痛そう。あ、あ、甘いくなった。今一つ、わ、なんかやられた。足元に霧が立ち込めた。しょうがない、最後は。これってさ、味方のつぶわせ、これって、か、どこ行くねんってなんのかな。ダイマックス状態の、なんのよね。あらー、いけー。
やっぱうちのヒバニーは強かったな。ヒバニーツはね、そうね、まだまだね、ミカオ生還、そう、レベルがまあね、10も違いますからね。いやー、よくやったよ、ヒバニーとヒバニーたち。最初は番号つけてなかったんだけど、だんだん分かんなくなってきちゃって、さすがに見た目が一緒だったなんか、どうにもできなくなっちゃって、さすがに番号振りましたけどね。負けちゃったけど、あんたたちのいいところたくさん分かったよ。なんかこっちチャンピオンにあんまりこだわってなかったから、すっげえあれだな、なんか子供の頃とかだったらあんまりなんか主人公勝つの当たり前って思うけど、この子勝つためにいろんな努力をしてきたんだなって思うと、なんかすげえ悲しくなってきたわ。ああ、無念無念。スタジアムのみんなが私たちを見ていた。私はポケモンの応援しっかり聞こえとった。嬉しか、負けたけど見ていたみんなを熱狂させたんだ。なんかよかね。誰かなんだ、九州とかの方だっけ、このよかたいねみたいな、なんかそんな感じの、わかんないけど、チャンピオンに挑むのか兄貴たちと一緒に客席か確かめるとするね。あんたの応援するかどうか決められんけど、じゃあね。応援してくれよ。おー、ヒバニー、来たな、貴様、まさか次はお前か。決勝で待ってるんだぞ。お前の試合を見て 1000% 勝つしかない。そんな感じで俺のチームはバチバチ燃え上がったぞ。うるせ。次ホップくんか。じゃあここでホップくんを任せたら、あいつの精神ズタボロにでき、あ、何、失礼します。はい、今戻られたばかりのところ誠に申し訳ないんですが、試合が終わりましたので、ホップ選手の、あ、ホップが今誰かと戦ってきたのか。あ、え、じゃあ圧勝ってことはもうすぐ終わったってことか。あー、もう、じゃあ続けてホップくんってこと。え、私のポケモンたち生きてるこれ。あ、一回言ったよね、みんな元気してね。なんか、いろんな持ち物持ってますけどね、なんかね。ここ、もうめんどくさくなっちゃって、もうめんどくさくなっちゃってね、もう毎回毎回聞かれるのめんどくさくて、ここはね、もう4匹も変わらずの一指令やってますけどもね。ちょっと、ここ二人だけはね、もう進化しようがないから、なんか持たせてますけども。まあそんな感じでね。さあ次はホップくんということでいきましょうかね。望むか。いやー、ホップくん、ここでだってお兄さんと同じところに登り詰めるために頑張ってきたこのホップくん、ハロンタウンでのことがふと頭によぎったんだ。兄貴からポケモンをもらったお前と共にここに立つとはな。あったな、ヒバニーって名前の主人公にしたらヒバニーがいて、おめえこっちが本物だよって争ったあの時な。あの日の約束を果たす。いいか、勝つのは俺だぞ。ホップくんのアニメ版の声聞いてきたけど全然違ったわ。ごめんな、勝手な吹き返して。ちなみに出せるレパートリーが少ないからさ、俺も。あ、やばい、なんか緊張するこれ。なんかすごい、なんかなんだろう、もうさ、セラガミも大人だから、いい大人だから、すごいなんかこの子たちの努力を感じちゃって、さらにこっちはこんななんかふざけたパーティーに来て本当申し訳ないけども、いやでも私だってね頑張ったんだよ。結構なんか、あ、よく思えそう、長い時間頑張ってきたんだ。行け、ヒバニー。ぽよんぽよん。家の庭で戦っていたのがスタジアムで試合なんて、確かに熱い展開だ。音楽が、音楽がなんか、あ、でも逃げ鳥が一番いいんだね、よく思いそうだけど。いけ逃げ鳥、あの日覚えた逃げ鳥だ。いけ。あの時のウールーカー一回いなくなったけどね。お前なら効果抜群を狙ってくるって分かってるから。何、ほっとん、それは峰内並みにあれだけど、もう一回だ、ちょっとこれでなんとかしよう。あー、まずい。え、防御力をあんなに上げられた上に回復までされたらまずいんじゃないか。まずいですよ。わー、すごい防御力上がってる。
あれ何度も使えたら結構まずいな。結構うっとうしいぞ。こうなったらなんとか。あ、よく燃えた。やっぱり、あ、よく燃えましたね。やっぱね、その怒ってはよく燃えそうですもんね。火事に注意しましょう。今の実感そうしていますからね。本当にありがとうございました。あの時の邪魔してきたウールーもこうやって燃やされて、硬そうだな。カリゴンが何聞くか知らないけど、マジでうちいろんなタイプ入れてるからとりあえず覚えられるもん手帳に入れてるから、こいつはもうなんか攻略とかも見ないで、己が戦ってて一番やっぱいろんなやつがないと結構このパーティー厳しいからね。カービィ君硬そうだな。しかもレベルもそんな、効果なし、効果なし。やっぱそうだよね、効果ないものが多いよね。あんまその、あ、やばい。あ、まあ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 、どうだ兄貴のシェレちゃんと学んで、確かに強くなったよ。こっちはなんかのそいつ出されたらちょっと硬くて大変だなと思ったけど、いけお前のゴーエンジー。いや強いなゴーエンジ、やっぱり急所に当たったのか。強いぞゴーエンジ、いいぞ。あ、やばい、こっちも急所に当たった。よーし急所だぞ、俺たちの勢い。かす、え、これ何決まってた展開なの。なんか腹立つな。俺たちどっちが先に出せるかで勝負決まるぞ。当たれ、いけ、いけー、ファイヤートルネード。よし、もう瀕死にならなければね。バチンヌニってなんだ。ちょっとヒバニー3にもちょっと日の目を浴びさせるか。こいつもなんかわけわかんない、もうバコバコ言ってたね。まあ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 、いけ、ヒバニーズリー。バチングの繰り出した。あ、なんか怖い、見たことあるな。あ、やばい、いろいろ効果ない。ニトロチャージャー先に出せる。でもなんかさ、あいつ攻撃したい痛そうじゃない。あ、まあ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 、まあ、出た呪い。いやだねこれ。あ、でもあれか、あの自殺しないタイプか。ちょ、防御上がっちゃったな。その防御を下げるとかね、そういうのがないですからね、こっちとらには一切。またか、あ、どんどん硬くなってしまう。早めに蹴りをつけなければいけなかった、これは。まずいですよ。防御も上がるし、攻撃も上がるし、この後攻撃されたら結構まずい気がするな。もう攻撃してこないからカウンターもできるし、オーバーヒート、今あったっけ、あったわ。よし、ウニは焼いたら美味しいのかな。よしよし、いいぞ。あ、レベルが上がりました。ありがとうございます。アーマーが、アーマーが硬いよな、硬いんだよな。よし、ちょっとこの子でやってみよう。いけ、ヒバニー6。エースバーンの真似が一番うまいかもしれんわ。こいつ硬い、すごいな。なんかホップくん対空戦に持ち込もうっていうか、なんか今まではさ、とりあえず当たってくだけのみたいな感じだったけど、だんだんその上手くなってきたわ。その確かに、まあ私ポケモンの何たるかを知らねえからわかんないんだけどさ、効果抜群って書いてあった、やるぐらいで。ああ、そうでもねえや、ごめんな、こいつあんま柔らかかったわ。ゴリランダー、あ、あの時たがえたやつか、道を俺が選ばなかったあいつか。え、あいつだよね。それじゃあヒバニーとヒバニーとの戦いと行こうか。じゃあヒバニーとあの時の猿ピンチ。違う違う、ここから俺が勝つのが最高なんだよ。確かにここで勝ったら熱いな、ゴリランダーが全てを制したら。
こいつこんな姿になるん。やば。じゃあダイマックスっていいんだよね。もういくよ。ダイマックスして大番。よく燃えそうなゴリラだな。よし、いけー。スマフヒマニー変身。いやダイマックスしたヒマニーの真似もできるかな。あー、これが普通のヒマニーで、あのダイマックス。さあ、あの日一緒にこの3匹の中から選んだよね。お、今のかっこいい。いや、なんかもうおばあだ、涙出てくるよ。ちょっとポップくん、すごいストーカーばっかりしてきて鬱陶しかったけど、それに比べてダイパのライバルはめちゃくちゃ潔いしかっこよかったけどな。なんかポップくんは弱々しかったな。いけー。あー、情緒がない戦いをしてしまいました。このこいつ、スマフヒマニ、情緒がない。一発で倒すのは本当に情緒がない。本当にお前これ小説だったら、お前クソ三文小説だからなこれ。あー、まずいですよ。こんな一発で最後はお互いもうね、涙と汗の激闘を繰り広げなきゃいけない。あー、この背中が悔しい。ヒバニーサンキューな、お前がいてくれてよかったぞ。やばい、なんか本当に泣けるわこれ。ありがとうホップくん、5000円。あの、癖になった方。これは結構悲しいわ。ジムチャレンジをクリアしたポケモントレーナーたちによる、あ、違う、実況だった。セミファイナルトーナメント、勝ったのはヒバニー。あ、どれのヒバニーの話してるこれ。ソニアから英雄になれるかもとか言われても正直ピンときてなかったけど、お前ならなんだかとんでもないことをするかもな。おめでとうだぞヒバニーに。ヒバニこれ動画投稿終わったらこれ載せよう。イカれてんだろう。あー、あの時のダサ、かっこダサ、うわダサ。わー、お兄ちゃん次決勝ってことじゃ。ヒバに感動した。正直言えば気づくと涙がこぼれていた。ホップくんのことも褒めてあげてよ。同じ町から旅立ち、最高のメンバーを揃え、お互いの全てをぶつけ合う。勝ちたい気持ち、負けたくない思いを込めた技、あらゆる要素において純粋な試合だった。君たちに推薦状を渡すのを迷っていたトレーナーがいたとはな。それ兄貴だぞ。だからこそ俺は俺自身とチームメンバーの全ての力をチャレンジャーにぶつける。俺の前に立つチャレンジャーがヒバに君であることを心から願うぜ。そうだぜヒバニー、大事なのはここからだもんな。とりあえずホテルで体を休めたいぞ。その前にエネルギー補給だ。何か食いに行くとしよう。なんか大丈夫か、それ。なんかつながりがあるのまずくない、ここでチャンピオンと。いいけど兄貴、味にこだわらないからな。せっかくだからうまいもん頼むぜ。シュートスタジアム、コートに向かいましょう。はいはい。お、あ、怪しい人かと思ったけど、ごめんちゃん。あれか。あ、うん。怪しいね、なんか。今の画角で出されたら怪しい感じになっちゃう。もうしょうがないよ。わ。うわ、これ辛いな。だって、いや、私無理だもん。ここでさ、ホップくんの立場だったらさ。泣いちゃうよ、こんなの。もう実際にあったもんね、あのオリンピックでね。誰との試合とはないけど。ヒバニー選手、ヒバニー選手。でば。ちょっと質問いいですか？どれですか？ヒバニー。あの、いっぱいいるんです、うち、ヒバニーは。チャンピオン、ダンテさんが推薦されたのは、ヒバニーさんとホップさんです。ライバルと言えるホップ選手に勝った気持ちを教えてください。ここで言うの？たまたまだよね。そんなことないんだけどね。あんだけスマホしてて負けるわけないし、お前に一度負けたことないけどな。たまたまです。たまたまなの。なるほど。では、ホップ選手に声をかけるとしたら、目の前にいる。
すがライバル、いい言葉をかけよう。なるほど、ライバルですね。いや、ストーカーなんだけどね、ほぼほぼ。つまりファイナルトーナメントに勝ち抜く自信はありますか？謙虚に言った方が。あ、でもな、ここはブリティッシュだからね、イギリスだからやっぱ自信のあるやつの方がいいのかもしれない。ありますわ。あ、ホブ君、ここありがとう。ストーキングばっかりしててうざかったけど。もういいだろ、ヒバニーはくたびれてるの。どのヒバニーが？それにちょいちょい失礼な質問しちゃってるぞ。俺たちさ、兄と約束があるんだぞ。悪いけど終わりにしてくれない？わかりましたよ。ニュースターの誕生期待してますからね。はあ、ありがとう。ありがとう、ホップくん。ふぅ、有名人って大変だな。兄貴、早く来いよ。もう俺腹ペコだぞ。すごい効果だ。数時間待ったの？待って。かわいそう。あいつどうした？道に迷ってんじゃないだろうな。遅い。おかしい。どんな約束も守る兄貴だ。チャンピオンになったのも俺との約束だったんだぞ。飯の時間を守るくらい全然余裕だよな。え？ノイジーな野郎ですね。それだけ騒げるなら試合でもっと全力を出せたよね。悪そうな顔と格好でまともなこと言わないでよ。まともなことって認めちゃったよ。ネズさん、こっちは真面目なの。見た目で判断してるんじゃお前が勝てないのも納得です。大体チャンピオンならローズタワーに行きましたよ。なんで？さあ、よくわかりませんが、モノレール乗り場で会いましたよ。ローズタワーに行くため約束の時間に遅れること、あなたたちに伝えてほしいと。ローズタワー？今更なんかあるのか。あ、これストーリーが動くのか。ネズさん、ついでだからローズタワーに案内してよ。俺もヒバニーもローズタワーの場所わからないし。やれやれ、一言で言うと人使いの荒い兄弟です。そうですね、ファイナルトーナメントが始まらないと俺も困りますし、何より俺に勝利した君たちは嫌いじゃないですしね。わかりました、エール団みんなで遊びに行くとしましょうかな。悪い顔してんな。イエイ、ネズさん最高、みんなでガンガン行っちゃうぞ。というわけで、というわけなんですけども、まあね、ちょっと区切りがいいので、ちょっと今日はこの辺で終わりにしますかね。まあ、ヒバニーはね、またこうやって配信でやってもいいしね。またね、なんかこれ、なんかこの前まではちょっとダイパーやんなきゃアルセウスがまた来るからみたいな感じだったけど、しばらくねポケモン新作ないんで、まあ、また様子見てね、配信でこの剣立てやっても、まあいいストーリーだしね。本当にゲームの出来も本当に良いと思うので、やってもいいのかなと思います。こんにちは、またちょっと一緒に座らせてくださいな。あ、座れないんですね、これね。ゴミですね。またやってもいいのかなとも思っておりますけどもね。ちょっと、いろんなゲームやっちゃってますけど、なんかこの、かわいいな、これ。これ、うちのチートザシアンが持ってる、あれか？違うか。まあ、この街の探検とかもね、できれば配信とかでやりたかったしね。はい、ということで皆様、本日は動画でありがとうございました。よかったらね、みんな、高評価ボタンお願いします。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆様、白波のポケモン動画、これ終わります。ありがとうございました。バイバイ。